こんにちは。やっほー。珍しく食べてるお菓子。オッケー。さあ、リセクシー。胸元セクシーなんだよ、これ。こんにちは。お昼ご飯も食べた。慶太郎、ネギにありがとうございます。昨日髪切ったの、夜。レイヤーカットしました。レイヤーカット。チャンピオックミルクありがとうございます。わ、6月の大阪の学試験出ました。ありがとう。土曜日。来てほしいな、会いたいな。りんたろくん、アンパンありがとうございます。今から学校です。足は重たい。 誰かどこでもドアください。 M の公演ね。 M の公演4月は17で最後らしいです。今4年生です。こんにちは。学校頑張れ、学校。時はめまいの。
もうやめとこ、ポッキー食べすぎた。この前に違うお菓子も食べて、実はこんなやつを5個ほど。服かわいい。こんにちは。こんにちは。4月のコーナー17がラスト。おばあちゃんとお買い物に行ったんですけど、正直可愛いお洋服がなくて、声聞こえにくい。ごめん、押さえてたかも。パイセン君、お茶ミルクありがとう。なんか可愛いパジャマないですかね。冬用のパジャマしかないから、今もう暑くなってきたからさ。5月はまだ声まだ分かんない感じです。こんにちは。急にさ、あったかくなったよね、本当に。こんにちは。のんちゃん、くまパン、ありがとう。え、なんか街中でもう半袖の人いるじゃないですか。なんかさ、中間がなくて。なんちゃん、おいしく買った、ありがとう。最近何でも中間がないよね。中間が欲しい。こんにちは。江戸川区、おにぎりありがとうございます。のう、そっか、劇場で会えなくてもまたいつか会えるように。ゆっくんボブにしたらこんな感じ、かわいい。ボブ、こんにちは。昨日はね、なんか夜も卒論の提出期限ギリギリで、ギリギリ戦ってて配信気づいたら時間が。こんにちは。卒論大変。頑張って、ストレート卒業できるようにストレート卒業という。全然偉くないよ。なのが偉いよ。
12月ぐらいに多分書き終わってると思いますよ。免許ね、免許は取らないと、なんか取っとかないとね。1年かけて、こんにちは。1年かけてなんかな。こんにちは、チャンピオン、えらい、ありがとう。こんにちは。そう、でもな、卒論書かへんっていう選択肢もあったんですよ。でもゆっくん結構論文得意だから、得意というか書くの嫌いじゃないからさ。みんなをく守りたい、この笑顔ありがとう。パキン、こんにちは。割とあのレポート系の、レポート系の授業は大体ね、E の成績得意なんだ、文章書くの。実はこう見えて漢字は苦手なんだけど。こんにちは。読書感想文はめっちゃ得意超得意。なんかのんちゃん、アンパンありがとう。なんか大体下書きとかせんでもいいのような、一回でずらーって書く、書いて書き終わり。あんまり読み直ししないんですよ。読み直し嫌いで。読み直し。大人になった？嬉しい。キラン。なんか結構多分ね、図形とかも得意で、目で記憶するのが得意で、だからあんま絵とかも、絵というかあんま下書きとかもしなくても結構バランスよく描ける。それは結構自分 の持ってる能力やなって思います。模写、模写が得意、見たものを書き写すっていう。だから多分人の顔を覚えるのも得意なんだと思う。こんにちは。そうそう、画像で記憶するタイプ。だからあの勉強とかも教科書とか、教科書、教科書のページ、教科書を覚えるタイプ。教科書のなんか画像、画像そのまま覚えるタイプこんにちは。かりんちゃん、おにぎりありがとうございます。
シャッターアイ、シャッターアイって言うんか、それまあこの能力を何か活かせないかなって、まあもちろんアイドルも、ファンの方を覚えるという面では能力活かせてるんかもしれんけど覚えられるの早くなさんだけど、ほんと？こんにちは。じゃあそろそろ学校向かいます覚えちゃってた ランキング見ます。13位みなちゃん、12位てつさん、11位なる兄、10位きくさん、9位パイセンくん、8位きよみくん、7位ふりやくん、6位江戸川くん、5位チャンピオ、4位ひいたろ、3位さとみち、2位りんたろうくん、そしてはるちはなんちゃんでした。ありがとうございます。ではのんちゃんにもじれまで3、2、1、のんたこーん、今日はいつもよりもハッピーな気がする、それはこれ大好きだよ、チュチュチュ、ありがとうございます。11、12、どっちかルームスできるように頑張ります。それまでにいろいろ頑張ります。ありがとうございます。15分しかできてないのに、あの2186名様が来てくださり嬉しいです。ありがとう、バイバーイ。